はい、こんにちは。2019年3月30日ということで、いつもより 1.8 倍ライトを焚いている私でございます。ちょっと数日前からね、高熱が出てしまって寝込んでいたんですけど、今日もまだちょっと全然調子悪いんですけど、喋りたいので喋っていきたいと思います。ということでね、パジャマでございますからね、あのリッチ平井ことね、リッチレーサーソニー取締役並び会長職をね、辞任ということで、ソニー、引退というか、いやー、いなくなっちゃうそうですね。リッチ平井がいなければね、今の PS4 はないと思うんすよね。絶対ないから。PS3 ね、もちろん PS は、くたらぎさんありきでね、スタートして、で、くたらぎさんが作り上げて、ね、押し上げたものですけど、PS3 の、初期の頃に、やっぱ、こけてるんですよね。圧倒的に、まあ、360に負けてて、PS3 の初期はもう全然ダメだったんですよ。その時に、やっぱブルーレイだとか、スーパーオーディオ CD だとか、数々のものを積んでいて、さらに、セルシステムっていうね、CPU 構想があったおかげで、発表会でね、くたらぎさんは PS3 はゲーム機ではありませんって言ったんだよね。これはリビングに置く、なんて言ったんだっけな、ご家庭に必ず置いてある、白物家電とは言ってないけど、なんかそういうイメージのもので、ゲーム機ではないということを言ったんですよ。で、それによって、まあ、360が元気出てたし、ゲームファンとして、あとはね、初期型6万とかしましたから、それ6万をくたらぎさんは安すぎたって言ってんだからね。まあでも確かにね、すげえ金かかっちゃったんですよね、PS3 のね、作るのに。まあ自社でセル作りましたからね、東芝と一緒にね。まあそれで、PS3 大ごけしたと。PS1 はね、それまで、ずっと天下を取っていた任天堂、一度も天下を譲ることがなかった、トップシェアの任天堂から、プレステ1はそれを奪い取ったわけですよね。で、PS2 もそのまんま爆進していって、 DVD のね、再生能力っていうのも含めて爆進していったわけです。そんで PS3 に入って、まあね、いろいろくっつけて、さっき言ったけどくっつけて、メディアコンソールみたいな、もうちょっと違いニュアンスなんですけど、で言ったんだけど、まあどうにもこけてしまったと。まああれは値段もそうなんだけどね。まあ値段もそうというか、ほとんど値段だと思うんだけど、それでこけてしまって、それで、くたらぎさんからリッチ平井に移るわけですよ。で、リッチ平井はね、こう、PSP の時にね、こう、リッチレーサーアンバサダーかなんかで、その発表会にいたんですよね。で、こう、リッチレーサーを動かしながら、リッチレーサーというね、伝説のシャウトを残して、リッチ平井というあだ名がついたというね、人でございますけど。だからね、これ見るとね、ソニーの業績は2012年の3月、4期連続連結赤字決済だったという状況だったらしいんですよね。で、そこで、リッチ平井が、社長に就任して立て直しを図ったと。で、2012年の3月期がそれなんですけど、2018年3月、もうつい最近ですね、2018年3月にはなんと7349億円を記録したと。もう完全にだから、V 字回復っていう、もうこれを V 字と言わずして何と呼ぶっていうのを実現したリッチ平井なんですよね。なんかやり方として、なんかすごく日本っぽくないというか、アメリカっぽい手法失礼、取ったのかなというイメージですけど、35年間ソニーグループにいたということで、卒業することを決めましたということでね、まあこれから何をするのかわかんないですけどね、アップルに行くとかいや、どうだ、それはないかわかんないですけど、まあとりあえずね、だからソニーとしての、なんだろう、一応だから区切りがついたんでしょうね、リッチ平井の中で。そのPS4 がこれほど会長になって天下取って、 PS3 のくたらぎさんから交代する前だったら、もうそのまま終了ぐらいの勢いでしたから、
それをね、だイメージ的には PS1、PS2、PS3、PS4 って PS の天下じゃないですか。もう PS1 からゲーム業界は PS の天下じゃないですか。だけれども PS3 の初期を知っている人はもうここで明らかにマイクロソフトにトップ持ってかれるっていうのはもう見えてたんだけど、それを譲らず交代してからの逆転劇で一気に持ってって、それで PS3 もトップだった。で PS4 も当然トップということを気づいたのは、まあ、さっきも言ったけど、最初に作ったのはもちろんくたらぎさんだけど、PS3 から、落ち込んだプレステをね、見事復活させたリッチ嫌いは、すごかったということでございますよ。で、やめちゃうんだけど、まあ、やめるのに、まあ、PS が、だから、安定したというか、やりきったのかわかんないけど、今もしまだ PS4 が、そこまでだったら、多分、リッチ嫌い頑張ってくれそうな気がするんだけど、まあ、これだけ安定してればもういいかなっていう区切りなのかなっていう気がしますよね。まあもともとだからリッチ嫌いってゲーム好きで遊んでるっていう話ですからね。だからなんだろう。これ比較するのもどうかと思うけどね。某、すくなんとかのさ、和田なんとかさんとかさ、いろいろゲーム業界っていろいろあるんですよ。その中やっぱりゲームをよく知っているリッチ嫌いっていうのはすごかったなと。だから PS4 っていうのをここまで持ってって、もう十分だろうっていう結論なんでしょうね。で、PS5 はどういうふうに動いてるかわかんないけど、まあ、リッチ嫌いの意見は入ってるだろうし、で、次引き継いだ人が、それをまた、ね、落とすことなく PS5 もそのままね、トップを走り続けるっていう形が見えたんじゃないかなと思いますよ。いや、本当リッチ平井というあだ名の通りね、愛されましたよね。リッチ平井、リッチ平井さんは本当に愛されたと思います。2006年 E3 ね、そこでリッチ平井さんっていうね、これを知らない方はぜひね、動画かなんか探して見てほしいところでございますよ。伝説のリッチ平井のあだ名がついた瞬間をね。というわけでね、ソニーリッチ平井卒業なのかわかんないけど、まあ卒業という感じになりましたので、こっから読み解けるものは、まあリッチ平井が、PS3 から PS4 にかけて、もう安定させた。だから、もう大丈夫だろうという、プレイステーションブランドはもうこのままトップだろう、大丈夫だろうという区切りがリッチ嫌いの中でできたのかなというのが読み解けるんじゃないかなと思います。おっと、エクスペリアの話はそこまでだ。ということで、我々のね、リッチ嫌いが終了ということで、今後のリッチ嫌いの動向とね、ソニーの動向っていうのをね、楽しみにまた、なんだろう、ゲーム業界ウォッチャーとしてね、ゲーム業界ウォッチャーとしてね、いろいろ見ていきたいなと思いますけどね。すごいよね、本当 V 字回復っていう言葉がまさに当てはまる。で、1998年にソニーは、営業利益5257億円っていう過去最高だったらしいんですよね。1998年ね、が5257億は最高益だったんだけど、それをも突破する2018年3月の7349億円って、これはリッチ嫌いだわ。リッチ嫌い。俺たちのくたらぎさんもそうだけど、俺たちのリッチ嫌いだわ。すごいよね。だから、本当に今後を考えると PS5 はどうなるのかなと。なんかちょっと守りに入らず、すごく挑戦的な感じで言ってほしいなというのが私の意見ですけどね。まあもちろん挑戦的が極まってたのがくたらぎさんだけどね。
くたらぎさんはもう常にもう挑戦しかなくてね、その結果は挑戦っていうのは失敗と背中合わせですからね、最初のこのや PS3 の最初でやっちゃったっていうことですけどね、ぜひリッチ平井の後継はね、後継者はね、そういう感じで、くたらぎスピリッツとリッチ平井スピリッツを引き継いで、まあ私にとってソニーってかっこいいんですよ。いつはソニーの時代を知ってるから、ソニーって今のイメージのソニーじゃなくて、いつはソニーの時代のソニーってトリニトロンとかウォークマンとかめちゃくちゃかっこよかったんですよ。だからもう本当にかっこいいソニーをまた見せてほしいなというところでございます。そんなわけで、結構リッチ平井会長取締役辞任っていうのは私の中でおおマジかという感じだったんで、動画を1本撮らせてもらいました。ちょっと体調悪くて申し訳ございません。ではまたお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバイ。